皆さんこんばんは、奥野です。今日は2019年春のナイトタイムルーティーンを紹介します。息子はだいたい夜7時半ぐらいに寝るんですが、寝たら息子が遊んでたおもちゃとかを片付けます。そして7時45分くらいにお風呂に入ります。デイタイムルーティーンでも紹介したんですけど、息子とは別々に入ってます。スキンケアはビークレンのものを使っていて、化粧水と保湿クリームだけを使ってます。体の保湿は手と足にアイハーブで購入したアビーノという保湿クリームを使ってます。はい、で髪の毛を乾かして昼間に作っておいた晩ご飯を温めます。大概夕方までには作っておいて最後温めて食べるっていうパターンが多いです。はい、8時15分ぐらいに一人で夜ご飯を食べます。夫は仕事から朝早くて夜遅いので休みの日以外はほとんど会えないので大概一人で食べてます。夜ご飯が終わったら今度は洗い物とキッチンのリセットをします。夜の洗い物はたくさんあるので洗い終わったら乾燥だけ食洗機でかけてます。で、息子は8ヶ月なのでもう必要ないと思うんですけど、未だに哺乳瓶の消毒をしてます。キッチンのリセットはすごく簡単です。やってることといえばコンロをさっと掃除してキッチンの台を拭いて、あとシンクを洗って、まあ、ゴミを捨ててという感じですね。あとまな板とか、まあ、あとキッチンの台もそうなんですけどアルコール除菌をしてます。最後に水切りを洗っておしまいです。キッチンのリセットが終わったら洗濯物を畳みます。モーニングルーティーンでも紹介したんですけど、この天井から吊り下げられているホスクリーンは本当に取り付けてよかったです。はい、ここからが本当に至福の時間です。9時半ぐらいからだいたい1時間ぐらいお茶を飲んだり、こんな時間だけどちょっとアイスを食べたりしてのんびり過ごします。そして友達から勧められたすっぽんこまちを飲んで寝る準備をします。夜の歯磨きはフィリップスのソニックケアで磨いてます。はい、そしてベッドに入ります。この日はたまたま夫が持っていた翔んで埼玉の原作があったのでちょっと見てました。そして最後にハンドクリームを塗ります。私は全部素手で洗い物をするので寝る前に濃厚なものを塗って寝ています。はい、ここまで見てくださった方どうもありがとうございます。2019年春のナイトタイムルーティーン、こんな感じです。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。